さあ今回はですね、滋賀が誇る世界遺産、比叡山を延暦寺行きます。パワーをいただきます。はい、それから下に降りて、はい、大津までブラブラと春の香りを求めて、盛りだくさんですね。もちろんこっちもこれも漏れなくついてます。漏れなくじゃなくて必ずついてそうですね、行きましょう行きましょう大人旅歩き旅、今回は滋賀西近江の旅、世界遺産と琵琶湖のうまいもん、比叡山延暦寺で今しか見られない貴重なものが、そして琵琶湖ならではのうまいもんが続々。うわー、おいしい。さらにうまみがギュッと詰まったうなぎも名物なんですけども。え、これ何ですかこれこちら錦糸丼出汁巻きがどかったのかって春めく滋賀の魅力を求めて、大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、滋賀西近江の旅、あなたの人生が変わる出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、滋賀西近江の旅、大阪から比叡山坂本へは新快速でおよそ45分です。早速2人は比叡山延暦寺を目指します。いや、ちょっと久しぶりだな。あ、そうでもないか。ケーブル、ケーブル、こんにちは。風情がありますね。比叡山の麓から山頂の延暦寺を結ぶ坂本ケーブル。失礼します。お世話になります。そうなの、これさ斜めってんだよねなんかバランス感覚がおかしくなる。面白いよね去年の末に琵琶湖と比叡山をイメージしたデザインにリニューアルされたケーブルカーで延暦寺へ。お、動きましたねなんか上から引っ張られてる感じそうですね結構急勾配よね。これを実際に歩こうと思ったら大変ですよね。すんごいね、絶壁だね。これもう急ですよね、ほんと。このトンネルを抜けると琵琶湖が見える。皆様、左前方をご覧ください。雄大な琵琶湖が見えてまいりました。お、その先には琵琶湖で最大の島。今日はよく見えるね。あ、見えました。あ、綺麗。見えるな。おー、いや、今日お天気良くて良かったです、ね、見晴らしがいいわ。伊吹山、全長2025メートル日本一長いケーブルカーでは琵琶湖の雄大な景色が堪能できます。上上がってくるとやっぱり、はい、冷たいよね、空気が。やっぱり寒いですね、上上がるとゴーン、788年に最澄が開いた天台宗の総本山延暦寺、100以上の建造物があり世界文化遺産に登録されています。さあ、さあ、今後中道、あ、そうだよね、まだね、あ、工事始まって3年ぐらいじゃない、3、4年、もっと経ってる。8年ですよね。え、8年経ってる。だからもうすぐですよね。早っ。はい、だいぶ出来上がってそうです。いや、そりゃそうだね、はい、その移り変わりというかね。そうそうそう、うん、正式な完成予定は4年後。完成すれば荘厳な姿を拝むことができますが、工事中の今しか見られない姿をいざ。工事してる様子も見られるってこと。そうだね。ね、だからこれなかなかまた貴重ですよ。いや、だってさ、組むだけでも大変だもんね。工事中ですが本堂は変わらず参拝できます。現場の見学会を4月から11月の間させていただいているんですけれども、ご案内をさせていただければと思います。
今回は月に一度だけ入れる建物により近い場所へ案内してもらいました。現在の様子はどうなっているのでしょうか。お、ああでは全然違いますね。そうですよね、はい、結構大きく進んだと思います、はい、こちらの屋根は回廊の屋根になるんですけれども、はい、長さ45センチのサワラの板を階段状に拭いております。で、木の板総数で約10万枚の使用をしておりまして、いやでも細かい、気が遠くなるような作業ですね。細かな作業で、いや本当にそうですね。回廊の屋根で、まあ、見ていただいている部分が一番難しい部分でございまして、一枚一枚削ってこのカーブを曲線を描いていらっしゃいます。すごい美しいですね。この高さから見れるのもこの見学会の、ね、このステージがあるうちしかできませんの で、 そ、 うですよ、ね、そしていよいよ本堂の近くへ。ビルでいうと大体6階ぐらいの高さまで上がってまいりました、はい、だいぶ高いです。で、目の前に広がってますのが根本中堂本堂の、銅板葺きになります。これ銅板は貼るにも職人さん大変ですね。まあ、今こんなにギンキラですとあまり瓦っぽさはないんですけれども、きれいに緑青が吹いた暁にはまるで瓦で吹いているかのような見られ方がします。見事ですね。本当美しい。この工事自体も令和9年の12月末までの予定をしておりますので、これからますますね楽しみですよ。ああそうですね、ほぼほぼ完成に近い感じですよね。はい、根本中堂の近くにある大黒堂では静寂に包まれた空間で写経体験ができます。豊かな自然と清らかな空気で心が整う体験をぜひ。風がないと穏やかでいいね。ねえ、ちょっとなんか春の気配がします ね、 ね、道幅広くしてるんだね。そうですね、確かに道路拡張、はい、なんかこんなところにカフェポコ、ね、ポコ、おしゃれなお店が、うん、ポコポコ、わ、美味しそう。週替わりプレート、ね、どこお店ここ、あこれか、奥にこっちの奥か、はい、ここあおしゃれ、普通のお宅じゃんこっち、ほら本当ですね。あすいませんこんにちは、お邪魔します。こんにちは、あらららら、あおしゃれおしゃれ、おしゃれ、え、ここのお店のその前のお宅もお宅ですか。実家になります。あ、ご実家の敷地。2年前にオープンしたカフェポコ、地元の野菜をふんだんに使った人気のランチをいただきます。お待たせしました。すんごいボリューム、もりもり。今週のメニューが野菜の肉巻きフライになってまして、たくさんお野菜取れそうですね。そうですね、お野菜をいっぱい取るっていうのを、すごい彩りも鮮やかで、だけ作るって言ったら大変、大変ですよ。どれからいただこうか迷っちゃいますね。こんだけやって1300円でしたっけ、はい、ね、めちゃくちゃお得よ。ちょっと取っていいですか。ちょっと三田村さんカメラ回ってください。滋賀県産の食材を使ったおかずは色鮮やかで優しい味。その中で三田村が気になったものは、まず味噌汁か。味噌汁いただきます。揚げとお揚げとお揚げさんとキャベツとキャベツ、キャベツ。味噌は甘いコクが特徴の麹味噌を使っています。優しい、そうです、旨味が凝縮されてて、はい、うん、体も温まりそうですね、うん、これこんにゃく、でもこんにゃく気になってました、ね、こんにゃくしてないけどこんにゃく食べる。食べる前から食べづらいですよ本当に。カツオがすごく効いてる。いや味がよく染みてるし、うん、本当だ、ね、めちゃめちゃお出汁が効いてるので、うんうん、これご飯も進みますし、お酒もあったらね進みそうですね。これね忘れてたのにさ思い出させるかそこで。もちろんメインも週替わり、いつでも滋賀の野菜がたっぷり味わえます。なんでこのお店、こういうお店を始めようと思ったんですかね。
もともと地元でどうかご飯食べに行こうと思った時に、坂本ってあまり店がないなと思ってて、実家の一室をカフェにしたらいいやと思って、はい、まあ家賃はいらないし比叡山を楽しんだ2人は続いて大津へ。大津の駅前も随分変わりましたよね、はい、うん、すごい匂いが、なんか美味しそうないい匂い してますね。岡崎牧場直送だって。ああ、大見にコロッケ美味しそうですね。大見日野牛メンチカツも美味しそうだね、はい、あ、すみません、こんにちは。なんかお店、え、違う、精肉店ですか。コロッケとメンチカツと一個ずつお願いします、はい。厳選した近江日野牛を販売する精肉店。近江日野牛は近江牛の中でも最高級と言われています。はい、あ、すごい、はい、すんごい大きい、この厚さ、おおお、え、あ、すごい、あ、肉汁が、おお、すんごいね、肉の塊が、うん、いただきます。うん、うん、お肉の旨味がぎゅーっと詰まってて、これであっさりしてますよね。おいしい、精肉店のメンチカツだもんね。おいしい。なんか惹かれる看板があるねなんか、酒っていうね、酒、いいや、営業中らしい。営業中あら、おお、モロッコ安い。いや、これってなかなか滋賀に来ないと食べられないじゃないですか。そうだね。古魚の佃煮などを販売する大津屋。毎朝炊いて作る佃煮は地元の方に大人気。2人が気になった琵琶湖名物が、モロコ150円、安い。コアユとか、これ買うとお酒が飲みたくなりますよね。今日まだ飲んでないですもん。また忘れてたのに飲むかどっかで、ね、コアユ買おう、ね、コアユ買って。大津に来たらと三田村が思い出した酒蔵に向かうことに。中町商店街っていうんですね、ここ。お、そうだね、中町商店、うん、あ、上に記されてる平井酒造。え、あきちゃん知らない？ここは飲んだことないんですよ。ただいまただいま、ただいまただいま、懲りずに来ました。いや、懲りずに来ました。もうできてますよね、当然ね。はい、生も、はい、ありますよね。どれから行くどれからそれですいません、今日ちょっとこんなのを持ってきちゃって、はい、つまみまで用意してじゃ あの絞りたてのお願いします。お願いします。嬉しい。1658年創業の酒蔵平井商店。小さな蔵だからこそできる昔ながらの酒造りを行っています。口当たりはほんのりと甘く、後味はすっきりな純米酒を特別に店内で試飲させてもらいました。わ、ありますか。あ、2杯目です。多分三田村さんあっという間に、はい、そうですよね、はい、いい香り。うん、うん、うわー、早い。わー、おいしい。ちょっと味わかんなかった、どんだけ飲むんですか。いや、辛口のこの華やいだ香りが、うん、のキレとね、うん、すっきりしてる、うん、そう、爽やかで、うん、ね、フレッシュで、うわー、美味しい落ち着きましたってね。続いては室賀生原酒ならではのフレッシュな味わいが感じられる北船路。室賀生原酒ですよ、三田村さんの好きな。フレッシュでピチピチした、すいません、お酒です。はい、
おお、生の香りが生の香りがすごいですね。少し濃厚な、はい、このまったり感と香りとね、うん、あのコロコロコロっと喉に転がるような、うん、これさ、コアユ、そう、コアユちゃんと合うと思います。合いますよね。合わないわけがないですよね。合うと思います。先ほど購入した佃煮を当てにしていただきます。地元のその食材とよく合ったお酒ができるんですよね。滋賀のお酒があの濃厚な味わいというよく言われるので、それにはすごい合いやすいと思います。はい、待てよ、このモロコ美味しいね。これはちょっと止まらない反則ですよ。塩辛さがすごいいいから、もうちょびグビグビちょび、うん、グビ、これですね、はい、もうあっという間にお酒なくなっちゃいますね。結構飲んであります。それで70まで生きてんだから、あ、まあ、こんなまあいいか。今何代目でした？父で17代目。おー、17代ですよ。へー、皆さん、うん、お酒飲んで長生きしてるんですよ。飲み過ぎた親戚は結構早かったです。ほらね、ほらね、ですよね。いいですよね。ほらほどほどがいいですよ。天気がコロコロ変わるね、やっぱり。ね、変わりやすいですね。やっぱりはね。うん、お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 、大津江の店。ん、大津江。大津江って何ですかね。ああ、すいません、こんにちは。お邪魔します。これですか。大津江って私初めて聞いたんですけど。江戸の最初から記録には出てくるんですけれど、うん、はい、ほぼ同じ時代、江戸では浮世絵があの版画で流行するんですけど、まあ、上方では大津絵というのがちょうど民衆のための絵画という形で流行したみたいです。浮世絵が流行していた江戸から来る旅人には少し風刺が効いた笑いのある大津絵が人気だったそうです。一番人気なのがこの正面にあるこの、これ黒い袈裟を着てる鬼の、これは鬼の念仏というのですが、で、漢修行で鐘を叩きながら念仏を唱えて歩く修行があるんです。その観念仏の修行を鬼が格好だけ真似してやってる姿で、まあ、中身が伴ってないとパッと見た目別に鬼に変わりはないですよという、外面だけを気にすることに対する戒めの図柄が最初です。人を容姿で判断したらダメだと、ダメっていうことですよね、うん、まあ、こういうちょっとした毒があったり、こういう風刺があったりっていう図柄が特に大津江で人気が高くて、これなんてネズミが鬼を追いかけてるっていうところ面白いですよね。鬼が怖がってネズミを、ヒイラギの葉っぱとイワシの頭を加えて、あ、頭持ってますよ。嫌なんの鬼が。ネズミみたいなもんでも弱点をつくと、ね、あ、鬼の逃げ出し方がないという、そういう図柄ですね。これなんて俺じゃん。確かに三田村さんっぽいですね。これ俺っぽい。なんか三味線を弾きながら酒飲んで、鬼でもこうやってあの芸事に興味があるっていう、ね、お酒飲んでね、楽しく人生を過ごす。そうありたいですね。今日の夕食は古来大阪越えと呼ばれる峠にあるお店へ。こんなところにあるのか。お、日本一のうなぎ。おお、行ったね。日本一。日本一、金代さん。ああ、すいません。よろしくお願いします。お願いします。日本一のうなぎということは世界一のうなぎでございます。はい、はい、明治5年創業、大阪山金代。立派な庭園にある個室でお庭を眺めながら食事が楽しめます。大阪山金代のうなぎは全て国産、皮目はサクッと、身はふっくらと焼き上げています。注文は、はい、もう、
これ何ですかこれ。こちら錦糸丼になりまして、名物なんですけども、はい、うなぎの上に大きなちょっとだし巻き風の卵が乗っておりますが、だし巻きがどかったのかって。うなぎの上に分厚いだし巻き卵が乗った金代の名物錦糸丼。一人前に卵を3つと贅沢に仕上げています。そしてもう一つの名物が、うわ、鍋なんかこういかがですかね。鍋、はい、薄木鍋、はい、お任せします。お任せします。かしこまりました。ありがとうございます。まずは芋焼酎で乾杯。改めまして、どうも、改めみちおでございます。乾杯です。うん、あ、おいしい。お待たせいたしました。薄木、はい、薄木薄木。うわー、もりもりですね。大人旅歩き旅、今宵はうなぎ料理の名店大阪山金代へ。うなぎを一度白焼きにし、うなぎ本来のうまみを閉じ込めます。そしてその白焼きを使った名物のお鍋が。お待たせいたしました。薄木、はい、薄木鍋でございます。うわー、もりもりですね。贅沢ですよ。あ、え、お鍋の中にももう具材が入ってるんですか。そうですね、こちらにも入れさせていただいてます。すごいお野菜がいっぱい入ってる。具だくさんですね。うん、これは、え、こちら、あの白焼きにしたうなぎを、はい、あのお鍋と一緒にお召し上がりいただくんですが、まさか白焼きをもう一回お鍋に入れてしゃべしゃべするんですか。そうなんです。はい、そうなんです。足りないですね。白焼きそのまま食べてもいい、はい、いいんですか。そうですね、しゃぶしゃぶも、はい、おお、さすが、もういい感じに煮立ってますね。綺麗な話します。うなぎのお鍋って初めてですよ。あ、そう、もういい感じですか、はい、いい感じですか。いい感じですか。いただけたと思います。はい、これ大きいうなぎだよね、うん、焼いてこの、うん、えーうん、いただきます。うん、あ、なるほどね。焼いてることによってうなぎの歯ごたえが出てて、それです、脂がすんごい乗ってるんですけど、うん、あっさりいけてますね、うん、あ、美味しいね。美味しい、うん、こちら自家製ポン酢になります。自家製、もう大根おろしが上に、はい、大根おろしと、うん、うん、あ、これなんかいくらでも食べられるぐらいペロッといきました。すごい、ね、お上品なこのうなぎのうまみっていうのも凝縮されてるけれども、うん、あっさりしてるんですよね。身が締まって、で脂がいい具合に残ってて、うん、お上品、おいしいよね。そうやって分かっていただけてものすごく今日は嬉しいです。今初めて顔映りましたから、こわもてでしょ。だけど優しいんですよね。みんなうせえ言わないけど、僕はいつも謙虚感謝でいただいてますから。同じです。謙虚感謝でやらせていただきます。旅のちょい足し、今回2人が訪れた坂本ケーブル、比叡山の麓から延暦寺をつなぐ日本一長いケーブルカーから、ご覧のような絶景を楽しむことができます。